ロフト YouTube をご覧の皆さん、ミックスピーカーズインクとケラでーす。おーおということで、はい、まあ、なんでこの2組が今日揃ったかというお話もせなあかんのですが、はい、まずは新宿ロフトがですね、通常やられているイベントでマスターマインドというのがあるんですけども、はい、マスターマインドの拡大版でロックイズカルチャーというイベントの方がございまして、はい、そちらのイベントがですね、まあ、2013年から行われているんですが、はい、2016年でなんと4回目を迎えるということで、合わせまして、新宿ロフトがですね、2016年でなんと40周年を迎えると。40年前だと多分ミキ君しか生まれてなかった。これ生まれてないわ。残念ですけどね。ということで、まあ、そちらのイベント、節目の年になるんですが、はい、なんとミックススピーカーズインクとケラでツーマンをすることになりました。ということで、まあ、今日いろんなお話聞いていこうかなと思うんですけども、あやか、はい、新宿ロフト、はい、もう長年お世話になってますが、はい、なんかあやくんと新宿ロフトの思い出なんかあったらね、みたいなと。我々ミックスね、はい、ライブもやっぱりさせてもらってるんですけど、はい、実はディナーショーをやりまして、その時に、そのなんかオムライスの売り上げの記録をなんか我々持ってるらしい。40年の記録を、すごいいい思い出ですね。なんかそんな思ったほどギャラはもらってなかったです。残念です。もうあのね、なんか挑戦的なこともね、やらせてもらえるんで、はい、それはありがたいライブハウスですよね。はい、太蔵さん。そうですね、ロフトさんといえば、あの終演後の、うん、今も話に出ましたけど、はい、オムライスが ありますね、はい、バンド名をこうケチャップで書いてくれるんですけど、はい、まあ、あとはもうそのままそこで飲めるっていうのがいいですね。いいですよね。お酒好きの私としてはすごく好きな箱です。なかなか最近そういうライブハウスも減りましたからね。そうですね。その場で打ち上げができてね、みんなあんまりないですね。バンドマンの交流にも。そうですね。ミキ君、はい、ロフトですが、そうですね、シーク君が入り浸ってるイメージです。そうですね、僕ライブ行った回数より全然見に行った回数の方が多いかなと思います。お酒ばっか飲ませていただきますけどね、はい、ロフトのトイレ大好きそうなんですね、はい、お世話になりました。ユラさん、はい、僕はあの人生で初めて行ったライブハウスがロフトさんです。素敵なエピソード。僕は初めて本当にライブハウスっていうところに行ったのが、初めてがロフトさん、初めて入ったライブハウスです。ちなみにその時はずっとのアーティストさんで歌ったんですか？ムックですね。あ、ムックで、そうなんですね、はい、まあそれ嬉しいですね、やっぱそういう場所でライブができるのが嬉しいなと思いますけども、まあね、あの昨年といいますか、今年なんかちょっと僕時系列が頭悪くなったんでわかんないんですけどケラとミックススピーカーズイブでね、はい、あのツーマンツアーの方ですね、回らせていただきまして、ね、どこ行きましたか、もう郡山、郡山、仙台、仙台、大阪、はい、横浜、はい、埼玉、新都心、5カ所、僕たちは回らせていただいたんですけどね、はい、まあ、なんと東京だけなかったということで、そうですね、前回は一応、ケラさんの別の物語というイベントに我々が登場させていただいたという形だったんですけど、今回はガチンコツーマンと。そうですね、はい、いろんな企画またやりたいなと思うんですけど、何やりましょうかね。そうですね、2月といえばね、はい、そうね、安野さんが誕生日近いから安野さんの誕生日をもう一回やる2月といえば安野さんが誕生日ですよね。サプライズノッティーバースでやってもいいかなと。ほんまのサプライズでしょうね、ノッティーからしたら。そうですね、何がって何誕生日ちゃうけどそんな企画もやりたいですけど、ね、そうですね、乗せた普段見れないことがやりたいですね。そうですね、ですね、うん、何するミキ君、何でしょうか。ボーカルが3人もいるからね。ああ、そうですね、なかなかボーカルに特化したなんかを。でもさ、なんか、あれじゃない、ぐちゃぐちゃに混ざったバンドとかね。ああ、何でもさ、全然出たらええんじゃない。ああ、いいっすね。それはそれやけど、違くてちゃんとぐちゃぐちゃになってたら面白いんじゃない。混ぜこぜにしますか。そうそう、衣装も混ぜこぜにしますか。ああ、面白いです ね、 ね、どうせやったらね、みんなでノッティの衣装着ます。なんでそんなにノッティの衣装着ないの。全員ノッティ、10人ノッティ、10人ノッティ、10人ノッティ面白い。まあ楽しい企画考えてますので ね、ぜひとも2月、はい、ロフトの方に遊びに来ていただけたら。そうでした、1月でした。
いや、2月か。2月、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 1日、はい、何を喋ってるでしょうかね。思ってますね。2月の1日、新宿ロフトに来てください、はい、ということで、またお会いしましょう。ミックススピーカーズインクと、ケラでした。さよなら。